私は肉が食べたい。というわけで今日はお肉をがっつり焼いていこうと思います。いいですね、たまにはがっつりいっちゃいましょう。それでは今日使うお肉を紹介します。トマホークステーキ 1100g です。いや、さすがに量おかしくないですか。そんなわけでトマホークステーキです。肉の部位でいうとリブロースの中心で、味わい的には柔らかい赤身肉って感じですね。先輩は霜降り肉より赤身派ですか。うっ、赤身の方が好きだね。霜降り肉は年のせいか食べられなくなりました。おい、女子高生。ではこれを焼いていきましょう。フライパンに油を引き、お肉の側面を焼いていきましょう。フライパンに収まってなくて臭と、いいか下味に塩コショウはしないんですか。焼き方はいろいろあるんだけど、今回は肉汁が出ないよう塩を後で振るというやり方で焼いてみるよ。ある程度焼けたら、バーナーで焼きが甘いところを焼いて天板に乗せ、120度のオーブンで30分焼いていきます。焼きました。もう片方の面も20分ほどさらに焼きました。ここに塩と胡椒をして、アルミホイルをかぶせて10分ほど休ませたらできました。トマホークステーキです。では食べましょう。いただきます。あく、うん、おいしい。塩を後で振ったので塩分はさほどありませんが、やはり牛肉の旨味は血の旨味、肉自体にしっかり味があるので十分満足できる味だね。あと、とても柔らかいですね。赤身でこんなに柔らかいのは驚きです。ここで味変、ニンニク醤油に、おろし醤油。ソースは自作しなかったんですか。安心は気づいたのです。ソースやドレッシングは下手に自作するより、市販品を使った方が安いし美味しいし保存も効く。料理動画投稿者と思えないコメント。なんで先輩料理動画やってるんですか。決まってんだろ、金と承認欲求のためだよ。だからつむぎちゃん可愛いって。ごちそうさまでした。お腹いっぱいお肉を食べれたので大満足です。案外ペロリと食べれましたね。はい、それでは今回の動画はここで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。きまりちゃん、突然だけど、このチャンネルって聡明さが足りないと思わない？何を今更言ってるんですか。というわけで今日はたまに定評のある動物を食べて、このチャンネルに聡明さを取り戻そうと思います。なるほど。で、何を食べるんですか。ダチョウです。え、ほら、最近よくダチョウの頭が素晴らしいと話題になってるじゃないですか。というわけで今日はダチョウを料理して、あっしも頭のいいギャルを目指していこうと思います。それではレッツクッキングです。先輩の頭が悪すぎる。それでは本日の食材、ダチョウです。いや、量おかしくないですか。今日は生肉を食べたい気分なのでたたきを作ろうと思うのですが、たくさん食べたいので1キロ買ってきました。思考回路がパワー系すぎる。ではこれに塩を振り、フライパンに油を引いて表面をさっと焼いていきます。炙った香りも欲しいので、埼玉西部の中継ぎのごとく軽くバーナーしていきましょう。軽くで済むんですかそれ。では氷水につけて締めたら、水気を拭いてスライスしていきましょう。いい具合に仕上がってますね。これをお皿に盛り付けて、新玉ねぎのスライスとネギをかけたらできました。ダチョウのたたきです。では食べましょう。いただきます。まずポン酢とニンニク、ここにダチョウをつけて。パク、うん、おいしい。癖のないさっぱりした赤身肉がいいですね。ポン酢とニンニクにもよく合います。なんというかちょっとマグロやカツオにも近い味わいですね。では次に焼肉のタレとラー油、コチュジャンのユッピフでいきましょう。パク、うん、いいですね。これはビールによく合う味です。公式設定を守るカスカベ紬の鏡。ごくごく、くはっ、うん、最高です。ピリ辛料理とビールの相性ってギルティですよね。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。思いながら3ブロックでお腹いっぱいになっちゃったので、残りの1つは明日ユッケ丼風にしようと思います。はい、それでは今回の動画はここで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。聡明なるキッチン動画視聴者の皆さん、こんにちは。どうも、カスカベ紬です。とりあえずチョコミント好きに謝れ。さて、今日はお肉をがっつり食べたい気分なので、
ステーキを焼いて食べていこうと思います。なるほど、たまにはいいんじゃないですか。というわけで今日使うお肉の紹介です。ハラミ 1600g です。ちょっと待て、量がおかしい。ではまずステーキのタレを作りましょう。まず1つ目、ネギのみじん切りにごま油、鶏ガラスープ、ニンニク、レモン汁、ごまを入れて混ぜていきます。これで完成、ネギ塩ダレです。では2つ目、大根おろしにポン酢をかけておろしポン酢。それでは3つ目、角切りにしたトマトにみじん切りにした新玉ねぎと青唐辛子、塩、おろしニンニク、ライム果汁、オリーブオイルを入れ、これを混ぜたらサルサソースの完成です。これ前回の動画でも作ったやつですね。まだ食材が残っていたので作りました。投稿者特有の事情。できました。今回はこの3つのソースと市販のソース2つでステーキを食べていこうと思います。それでは本日の主役、ハラミ 1600g です。いや、いくらなんでも量多くないですか。 1kg 頼んだつもりだったんだけど、測ってみたら 1600g ありました。お得だね。わあ、お得ですね。では早速調理しましょう。まず余計な筋や油をトリミングしていきます。肉磨きという作業ですね。まさかこのシリーズで肉屋さんと同じ作業をすることになるとは。取りました。これにて肉磨き完了です。取った筋は煮物に使いましょう。ではこれに塩を振り、フライパンで焼いていきます。こんがり焼き目がついたら天板にのせ、120度のオーブンで10分ほど焼いていきましょう。焼きました。これでハラミステーキの完成。豪快ですね。豪快すぎんだろ。それでは食べましょう。いただきます。まずは何もつけずにそのままパク。うん、おいしい。あっさりとしてジューシーな味わいが最高です。いや、大きなお肉を食べていると幸せですね。では次にタレをつけましょう。香り高いネギ塩、さっぱりしたおろしポン酢、変わり種のサルサソース。どれもいいですね。ただ正直なことを言ってもいいでしょうか。どのソースよりも市販の焼肉のタレが一番うまい。やっぱり市販品って最高だわ。料理動画としてもともこもない発言やめろ。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。残念ながら 1200g ぐらい食べたらさすがにお腹いっぱいになっちゃったので、残りは明日ハラミ丼にして食べようと思います。はい、それでは今回の動画はここで終わります。いいねに皆さんが気になっていることを書いておくので、ぜひ押してくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。そうめんなるキッチン動画視聴者の皆さん、こんにちは。どうも、春日部紬です。練馬区民の皆さんに謝れ。さあ、今日は動画投稿4周年記念の動画となります。へえ、おめでたいですね。そんなわけで何かください。堂々とした小じき行為やめろ。というわけで今日はちょっと豪華なものを作っていこうと思います。それではレッツクッキングです。では今日使う食材の紹介です。キアニーナ牛のティーボーン 1100g です。いつもながら量がおかしい。キアニーナ牛はイタリアのブランド牛で、最近日本でも輸入が解禁された高級牛です。今日はこれを使い、トスカーナのステーキリステッパッタフィオレンティーノを作っていきましょう。お肉のお値段がいくらしたかはいいねに書いておきますね。それではフライパンにオリーブオイルをひいて、色が変わる程度に表面を焼いていきます。焼く前に塩はしないんですか。焼く前に塩を振ると浸透圧の関係で水分が出ちゃうんだよね。今日はお肉の味を大事にしたいから焼く前には振らないよ。表面の色が変わったら120度のオーブンで20分焼いていきます。焼きました。焼き時間は肉の重量だけでなく厚みなどを考慮して調整しましょう。ではこれをローストした時間と同じだけ休ませたら、塩を振り煙が出るほど熱したフライパンにオリーブオイルをひいて焼き目をつけていきましょう。焼きました。では最後にバーナーで炙っていきます。トスカーナのビステッカは炭火を使うので、それっぽい風味を出していきましょう。これにて完成、キアニーナ牛のビステッカです。では食べましょう。いただきます。まずはサーロイン部分から。ティーボーンはサーロインとヒレの両方食べれるのが良いですよね。パク。うん、おいしい。和牛にはない強烈な赤身の旨味、それでいて香り高く柔らかい。これは間違いなく世界一のステーキです。焼き具合も完璧ですね。いい色です。次にヒレを食べましょう。パク。うん、いいですね。
さっぱりして柔らかいです。私はこっちの方が食べやすくて好きですね。さて、せっかくなので今日はカワインで乾杯しましょう。ガハッ、うん、最高です。大きな塊のお肉を頬張って赤ワインで流し込む豪快な食べ方。これはお家のステーキでしかできない醍醐味ですね。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。残った骨ももったいないので、何か別の料理に使おうと思います。はい、それでは今回の動画はここで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。